全日本テニス選手権大会は大会2日目を迎えております。本日は男子シングルス1回戦、上杉海斗プロと田島直樹プロの一戦をスタテニではお届けしていきますが、今センターコートでは、第1シードの関口プロとそのコーチの鈴木隆夫プロがちょうど連勝されていました。帰っちゃいましたちょっと練習見たかったですね。そうですね、この10時から、第1試合は有明コロシアムでは開始されるんですが、その前にですねシード選手だったり今日試合を、この後していく選手が、あ、松田幸喜プロもいますね。このコロシアムの2試合目に入ってますね、松田幸喜選手は。はいはいはい。で、改めまして皆様おはようございます。おはようございます。日曜日、はい、今日はですね全日本選手権大会勝負の一日ということで、はい、センターコートにたくさんの方がお越しいただき、ちょっとあいにくの雨、うん、しかしもうほぼ上がってたよね。今は、はい、大丈夫そうですね、なんでアウトサイドのコートはもともと10時からの試合開始だったんですけれども、うん、はい、ノットビフォア、11時がつきましたので、おそらく11時に試合始まるんじゃないかなと言ってまして、うん、はい、リンクの方についておりますね、日本テニス協会の公式 YouTube チャンネル JTA テニスライブの方の、コート1から、コート3の配信は今、10時55分ですね、試合始まる5分前のスタートということで、やっております。我々もそちらの準備もしておりますが、センターコートはですね屋根が開閉式でありますので、そのままですね配信されると、はい、開始されるということですので、まもなく選手入場かと思います。本日もですね会場の MC は、我々ファミリーでいらっしゃいます、川端千波アナが、うん、ここでさっきまで原稿作って、はい、ちょっと雨降ってですね機材などこちら少々パニックっておりますだいぶバタバタしてましたけど間に合ってよかったですね。間に合ってよかったですということで、スタティングのおかげで全日本選手権に興味が出ました。来週の決勝見に行こうと思います。ありがとうございます。にゃんさん、そして M レイナさん、おはようございます。おはようございます。あつあつくん、おはようございますとコメントいただいております。改めましてですね、スタティングのオフィシャルブロードキャスターとしての活動なんですが、限定公開になってないですね。皆さん見れてますね。そうですよね、限定公開で400人は見ないのでちょっと今スタッフから恐怖の言葉が降ってきて佐久間さん、これ限定公開のままで一般に公開されてないんじゃないですか、我々誰に向かって喋ってるんですかという質問が飛んできました。大丈夫です、公開されて大丈夫です。400人見てくれてますよね。よかったです、よかったです。ということで、我々の活動ですが、JTA テニスライブという、協会の日本テニス協会の公式 YouTube チャンネルの、配信の制作をしながらですね、その中で、まあ、中でもこれは注目という試合をですね、連日1試合から2試合ですね、スタティングの方でもライブ配信していきますということで、活動しております。お、上杉プロ、田島プロが見えました。なんと今回選手ラウンジの担当が引退したばかりの今西プロということで、今西プロがですね選手のサポートをしていると。まずは寝たきりの種目、上杉海斗選手。去年の頭にですね、1月にご出演いただきました。注目の若手ということで、いやこれはめちゃめちゃ楽しみな一戦。楽しみですね。
やでも朝一番の試合にもかかわらずたくさんの人が来てくださってますね。そうですね、あのまだまだあの、まあ、コロシアムですね、あの非常に多くの人が入るので、あの言うて1万人入るスタジアムなので、さすがにちょっと朝から1万人ってわけにはいかないですが、はい、もうすでに数百人入っているような形でですね、あの今日皆さんお休みでしょうから、もうこの試合見てからでも、はい、見てる途中からでもどしどし有明に来ていただいて、はい、で我々今どこから喋ってるかというと、あの皆さんのその有明コロシアムに来るですね、スタジアムの動線上ですね、あの駅から降りてスタジアムに入って、ロビー入って、あの本当に会場のコートのこう扉を開けるその手前でですね、僕らは今こうやって喋ってるので、はい、あの僕らを見ずしてコートには行けないと、はい、基本的にはなのでぜひともですね、あのちょっと皆さんここにどん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 集まってきていただけたらなと思います。ということ本当にその目の前にお客さんが通るっていう感じですよね。そんな感じで、はい、でぜひ皆さんにお会いしたいなと思います。そしてですね、なんともう結構ここは埋まってきてますね、あのですねロイヤルボックスというですね、あの有明コロシアム席、基本的にはあの普通の一般的なスタジアムのプラスチックの椅子じゃん、うん、はい、なんですけれども、このロイヤルボックス、うん、普通あのスポンサーだったり、うんうん、協会の関係者だったり、まあ、場合によってはそのあのテニス協会 の、 あの名誉会長が皇室の、まあ、今は佳子様でいらっしゃいますから、まあ、佳子様がいらっしゃったりとかいう時に、あの座る、まあ、ロイヤルボックスという席だけですね、はい、ちょっとですねふかふかなんですよね、うん、なんでそのふかふか椅子にですね、あのスッと無料で座れるっていうですねとんでもない開放デーとなっておりますので、ぜひともです。皆さんやっぱロイヤルにこぞって座りますよね、はい、全席無料ということ、はい、こんなチャンスないですよね。そうですね、ということなので、午後からあの天気もあの晴れるということなので、もう雨もほとんど上がっているので、はい、ので、コートではですね、上杉プロと田島プロが、練習をしております。今画面に映っているのが田島直樹プロですね。山屋コミュニケーションという所属でして、2000年9月21日生まれの23歳ということで、リコの一つ下、はいはいはい、同世代、同世代です。熊本県出身、当時からもずっとトップで、ジュニアの頃からもう有名で有名で、はい、かなり期待されて、うん、あのジュニア時代を過ごしてきたということで、はい、全日本ジュニアの12歳以下優勝、14歳以下の選抜ジュニアも優勝、16歳以下の全日本ジュニアは単独優勝で、18歳以下の、全日本ジュニアも優勝、あ、2018年の全日本ジュニアも優勝して、ですね、その18年の全仏オープンのジュニア大会、全仏ジュニア、もう本当にローラン・ギャロスの会場で行われるあの大会で、錦織圭以来となる、はい、違います、錦織圭以来ではないですね、錦織圭選手、中川直樹選手以来となる3人目の、グランドスラムジュニアダブルスのチャンピオンということ で、 で全仏としては、全仏ジュニアとしては錦織圭選手以来、チャンピオン、注目の若手というところで、まあこれ、まあ、あの今 ITF のフューチャーズ中心にあの回られているということで、まあ、あのこの選手もですね、あのグランドスラムを目指している選手の一人ですね、はい、両選手とも予選から勝ち上がってきた選手ですよね、はい、皆さん、あの田島選手 の、 このサーブの打つのも結構独特なんですが、先に担ぐんですよね、男子選手では結構珍しい、先に担ぐんですけど200キロで打っていく。2 minutes だからあんま、あの、あれなのかな、あれ、この動作っていらない説あの、いらない説あるよねいや俺、見たのこの収録の時、ゆり子まだ入社する前だったから、もう本当間近で寒いけど、あれみたいな、なんかどっちかっていうと皆さん、ね、先にここ担いだら、どっちかっていうと入れに行くサーブ感あるじゃないですか、はいはいはい、何にも何も女性多いですよね。そうそう、女性に、はい、あの
いろんな正解があるんだな。ご来場の皆様、この試合は1回戦ダベスブスリータイブレークセットで行われます。注目したいですね。先ほどのトスの結果、審判台左側田島直樹選手がレシーブを選択しました。これ正直ちょっとどういう展開になるのか、読めないからこそちょっと楽しみですね。1 minute。 江杉君にあのちょっとどうですかって、はい、事前に、うん、明日タフですねって言ったら、うん、もう相手とか関係ないと言ってましたね。僕の場合僕次第って僕次第と、僕が良ければ勝つし、僕が良ければ勝つし、僕が悪ければ負ける、シンプルな話だとでしたね。かっこよかった、かっこよかったですね。まさにもうただ戦うだけのまさにまさにもうここまでここまで片山イズムあの選手全体に浸透してるとはあれを意識したコメントだったんですよね意識したのかなけど本当にもうなんかそういうことですよね、ただ戦うだけ。まあ、皆さんやっぱり上杉選手って、ね、ダブルスプレーヤーの印象多いですけれども、もともとはどちらかというとシングルスで先に結果が出てきたというか、はい、まあ、シングルスダブルス両方できる選手として大学時代からです、うん、実は上杉プロってあんまりトップジュニアではなかったエンドボマーク聞きましたね。なんか高校までは、はい、なんか全国のタイトルとかも多分ないんじゃないかなっていうところで、で大学に入ってだから高卒でプロになるとかって1ミリも考えたことすらなかったっていう。そうなんですか。そもそも東京に慶応大学なんですよ、大阪出身で慶応大学なんですけど、東京にそのテニスで、うん、あのその推薦でいわゆる出ていくことさえ、うん、なんかあ俺なんか東京行けるんだ。プロを目指してプロになったわけではないし、そうそうそう、プロになんかなれると思ってなかったぐらいだったって本人はおっしゃってましたね。大学でグッてて在学中にこの全日本選手権とかのシングルでベスト4まで行ったんですけど、ということで試合始まったところで、川又アナ MC 席から来ていただきましたので、駆けつけました、はい、ことなので3人でここからは話進めていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。昨日までこの朝の10時の時点ではさすがに昨日の土曜日もあの皆さんからカメラで見えるベースライン奥側の選手の上ですね、あのスーペリア席っていうところなんですけど、めっちゃ埋まってる。アウト。朝一番ですよ10時から。13:15。今日は有明コロシアムで何かが起こる気がしてきました。40:15。サーブの。よサーブにはうるさい佐久間ピートが褒めていただきゲーム、ウエスゲームサクッとキープ。ファーストゲーム、まずは上杉プロが先行しています。のりこ、あの展開だよね、あのフォアでグッと押し込んで、はい、ボレーで決める展開が上杉プロのパターンっていうことで、はい、予選からも炸裂してましたね、うん、あのパターンが、うん、ちょっとあの皆さん、あの改めて連日お伝えしていますが、あの毎日来てくださっている方はあのもう何度も聞いているお話だと思いますが、あの我々のコメントリーはあの実況解説ではございませんと、お話し相手で、はい、パブリックビューイングです。そうです、パブリックビューイングなので、ないないとしております。なのであのプレー的なあのことについてのコメントはあのもう誰が誰に言うてんだ話なんですけれども、あのテニス好きなあのおじさんがお父さんがあの家でわわわわ言いながら見てるぐらいに聞いていただけると、はい、ただリコに限っては全国制覇もしたことがあるテニス有識者でありますから、ちょっとプレーについてちょっと戦術的なこととかは
ありがとうございます。今ファンの方がブースの前に通ってくれて。ありがとうございます。昨日までコメントしてくださっていた方が会場に来てくれました。嬉しいですね。現地に足を運んでくださるの。ひこちゃん何歳からテニスしてる？テニスは5歳から始めましたね。スコアちょっと間違ってますかね。今インの判定に結局なったと思うんで、どっちになったのかな。15-30かもしれないですか。かもしれないですね。アウト。40-15。あ、ジャッジ、あれですね。ジャッジ選手のアピール。審判今回3人制なので、ベースラインのアウトのところは主審が基本見ると。はい、ラウンドが進むにつれて審判の人数も増えていくのかなと。ゲーム田島ワンゲームお二人ともスタデンにゲストに来てくださったことがあって、はい、いろんなショットの解説をしていただいていることがあるので、まあ、僕は比較的お二人について両方とも詳しい方だとは思っているんですけれども、本人からディレクションを受けてるね。ちょっと田島選手は時間が2年ぐらい空いてしまっているので今はどうかもあるんですが、当時としては基本的には田島選手も上杉選手もご本人の中ではですよ、バックがどちらかというと、まあ、苦手意識というか、まあ、自分の武器っていうふうには考えていなくて、フォアで展開するっていうのがどっちかっていうとお二人のその両方に共通するところなので、ただやっぱりプロ同士の試合って基本バックのクロスラリーが軸になっていくじゃないですか。なので、まあ、このフォアでやりたい、フォアでやりたいの2人がぶつかった時にどうなるのかなというところがこの試合の注目ポイントかなと言っておりますよ、中級プレイヤーが。中級プレイヤーなかなか本人から行くというのがあるからね。そうね。杉君もバックどうやって打つんやろうなってずっと言ってるんですけど、いやいや、めちゃめちゃうまいじゃないですかって言ったら、いや全然わかんないですよね。本人の中ではやっぱフォアとバックにやっぱかなり、とはいえプロですあれですから、プロの中うおー 40-15。 ジャッキーさん、私も会場に行きますということで、おジャッキーさん、本当いつもありがとうございます。ジャッキーさん、一度お会いしたいです。はい。よくコメントをください。いわゆる芸人の粗品さん風のチャレンジ的に言うと、太客です。スパチャランキングでおそらく1位だと。認知しております。40-30。佐久間さん、もう上級ではないでしょうかと。確かに佐久間さん上級ですよ。この間佐久間さんのショート動画を中級か上級か教えてくださいっていうタイトルでアップしたんですよ。コメント欄がすごく荒れましたね。そうですね、あれ来て、いろんな意見が、はい、人のプレイ見て初級だの中級だのでも僕一つやっぱ断言するのは絶対に初級ではないと思う。確かにね、初級ではない、絶対に初級ではないと信じています。MC 席に私ずっと座ってるんですけど、試合前に話しかけてくださってスタテに見てきました。やっぱ上杉海人選手見に来たんです。ファン多いですね。多いな。
と思います。カイトプロの人気は予選の時も、予選はまあコロシアム使ってないのでアウトコートだったんですけれども、アウトコートね、カイト君の試合の時わーっと通路に人がなっちゃって、まあ、圧倒的人気みたいな。タイム。そうですね、あのお子さんとね、あのサインをもらいに来たお子さんと、なんと試合後にすぐに公園っていうか、コロシアムのアウトソートでなんか芝生の公園みたいなスペースがあるんですけど、はい、そこでボレボレ始めるっていう、どんなファンサービスやねん。普通ないことですよ。両者キープで第4ゲームです。Love 15. サーブ早いです。早いよね。皆さん、あの担いでもスピード的には問題ないそうです。うわあ。ラブ30。ガンガン回り込むからね。カイトプロは。Out. 15-30. 田島選手はこう画面で見るよりも実際見た方ががっつり筋肉ついてるなって感じられました。身長はそこまで高くないんじゃないかなって思うんですけれども、ちょっと身長のデータ。ただですね、身長175センチなんで、でかいところが180なんで、まあ、小さくはないですけど、まあ、プロの中では特別大きい方ではないっていう、そうなんですね、はい、そのなんでしょう、線の低さというか、はい、って感じがありますよね。軸がしっかりしてるけど、インセンシュとしては結構筋肉質で、体重も比較的ある方なんじゃないかなって思いますね、他の、あの同じ身長の選手に対して。だからこそパワーがやっぱり結構出てくるのかなって。はい、30-40でセンターにノータッチ取れる人。強い説、うん、強い説、そりゃそう。技術的な心がね、強いです、うん、メンタルが、
アドバンテージ田島。Safe. わずかにホールド。アウト。デュース。ジャッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またお昼が食べられます。恐縮です。ふとけくーって。粗品さんの。めっちゃ面白いな、あれ。めっちゃ面白い。金払った人からだけからしか、あの、ライブでこあのおおすごいすごいパス。アドバンテージ上杉。再び2回目のブレイクポイント。先ほどはサービスエースで切り抜けましたが、またいいサーブ。ゲイン、上杉。リターンが良かった。うん、サーブも良かったんですけどね。上杉 leads by 3 games to 1。さっきよりもちょっと内側に入った分、カイトキャノンに捕まったと。あ、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ケチさんありがとうございます。ありがとうございます。ニャンさん、リコピンのビールだよ。やったー。これでビールが。いや、期間中は無理よ。でもあのキッチンカーで売ってましたよ。あれね、そうキッチンカーがめちゃめちゃ出てるんですよ。この全日本、まあめちゃ、まあ今週末なんで4件かな。今日そうですね。今日は4件、はい、平日は3件、最後の、準決勝決勝行われる週末3連休の11月3日から5日はキッチンカー7台来るって。7台。豊富ですね。でスタッフというか、あの協会のその朝礼があるんですけど、各部署全部、はい、僕とリコもそのメディア配信メディアの代表者として参加するんですけど、我々のその報告ブロックよりもあのキッチンカーが今日は何が来るかとあのキッチンカー売上ランキングのコーナーが、まあ、一番尺的に長いです。売上ランキング。スタッフもあのお弁当ではなくて、あの食券で、はい、あのスタッフ用の食券があって、それでキッチンカーでお昼ご飯を食べるっていうのに、これめちゃめちゃありがたいんですよ。あのやっぱロケ弁じゃないですか、はい、あの中継班の弁当って、うん、だからね、やっぱこの1週間とかね、でお弁当も美味しいんですけど、さすがに1週間続くとしんどくなってくるんですけど、うん、しかも選べるっていう楽しみがあるんですよ。そう、あとあったかい、あったかい、あったかいっていうのが、そう、この間ラーメンなんか出てましたからね。そうそうそう、ラーメンのピンチがあって、はい、今日ね、ご飯も食べ放題、食べ放題ついてるキッチンカー初めて見るの、ね、食の楽しみもある。フォーチー、フォーチー、そうで、その美味しそうなキッチンカーでビール売ってる。ビール売ってましたよ。うん、私は飲めないですけどね、期間中は。うん、ね、最後の日に、はい、飲んだら、はい、そうします。いや、あの撤収というものがあってな。撤収で一番しんどい。最後はあのプロデューサー陣がビール飲んでたら、スタッフ誰もついてこなくなっちゃう。撤収終わってからですね。じゃあゲーム上杉。上杉、上杉 leads by 4 games to 1。はい、4-1 となりました。すごいですね、朝から1900人の方が見てくださってます。すごい
すごい上杉人気圧倒的。田島選手とのカードっていうところもある、ね。うん、田島選手もやっぱりずっともう注目の若手、うん、ネクスト錦織のもうあの一人としてずっとやってきましたし、うん、今ももちろんあのグランドスラム目指してやっているっていうところで、高カード、高カード、うん、2人とも予選上がりとは思えない。上杉プロがまあ予選からだったのは、まあ、ほぼ今ツアーでシングルスに参加していないというか、多分ダブルスのランキングで世界ツアー回っていくと、シングルスはランキングがあの現状ないのであのエントリーできないんですよね。でシングルスを当然そのシングルスのランキングを上げていくっていう作業で世界ツアー回ると、ダブルスだとグレードがちょっと低くてポイントが稼げない、まあ、やっぱりダブルスとシングルス並行してランキングを上げていくっていうのがやっぱすごく難しい。一応ですが、ワンブレイクアップ、ワンブレイクダウンなのでついていきたいですね。いやリターンから攻めていきますね。Love 15。カイト君のそのフォアに入った時のやっぱりリターンで結構ちょっとポイント取得率下がってる感じですね。うんうん、でバックからサーブが行くと、まあね、ただプロですからね、そのフォアがバックなの単純な話ですね。ないのは当然なんですよ。散らしていっちゃうんですけど。アウト。ロー30。皆さんもちょっと、ロイヤルボックスとかこのスーペリアボックスっていう、あ、ちなみにこの今後ろに来てこの観客席ですけど、ジャパンオープンだと1週間の投資券3、400万円ですから。え、本当にここもうあのパンピー入れない、パンピー無理みたいな。そういう金額設定の、まあ、ここロイヤルボックスの後ろに見えてるあのカイトプロの奥に見えてる席はあのもうロイヤルボックスの真逆で、ロイヤルボックスは、まあ、あのいわゆる関係者席なので、基本的にお金いくら出しても買うことができない席なんですけど、ちなみに今日はそこも無料で誰でも座れます。もう来るしかないですね、はい、でその逆側のスーペリアボックスっていうのがお金で買える席としては最も、まあ、いい位置かつその高額な席なんですけど、そちらも今日無料開放でございますので、1540。もうスーペリアスペほぼ埋まっちゃってますね。もう見た感じ10席も余ってないみたいな。いつもは見えない景色から見えますからね。そうで、コートサイドのその選手のベンチの真後ろの席とかももう今日無料ですから。30-40。1個ついていきたいですね。ここリコさん、田島選手は基本的にどういうプレースタイルなんですか？ちょっと本当に急に振らないでくださいよ。確かプロ。いや有識者でしょ。いやちょっといいアドバンテージ、田島。メンタリー一人はプロ欲しいですよね。この3人の並びになるとどうしてもリコ先生っていう話になって。リコ先生っていう。ゲーム、田島 1540 から、はい、キープ上杉リーズバイ4ゲームストゥトゥ、どうですか？私え
国オンザ準優勝でしょ教えてください。多少あるでしょ何か。Love 15. このゲームに書いておくと注意ですね。取れそうで取れなかった、はい、また流れが変わるかもしれない。よく流れ Love 30. いやここ大きなチャンス。Love 40. チャンスが来ています。田島君ここは行きたいと。藤川さんからコメントも入ってます。うわー、いかつジェットショット15-40出ました。カイト選手の強烈な逆クロスのフォアハンドジェットショットが決まりました。王子様みたいにいろんな技になるんですこれ皆さんにご説明していきます。カイトプロと長い時間を過ごしてきた私だからこそ言える、はい、おー 30-40 から一個ずつ返してますね。若干今日インターバル長め、いつも。あ、そうですね。ちょっと今日インターバル長め。コロシアムだから。うおーい、すごい。デュース。放送席にハエが失礼しました。パニックになりました。アウト。アドバンテージ田島。田島選手に大きなチャンス。このゲーム結構ポイントになりそうですね。ゲイ田島追いつきました。ヌーボースリース上杉リースバイ4ゲームス3。一つずつで並んで両者ワンブレイクアップ、うん、また分かんない展開になってきましたね。ちょっとね、田島選手1-4から、うん、しかも田島選手のサーブで15-40があったので、もう一気にカイトプロがもうファーストセット行くのかなっていう展開でしたけど、うん、追いつきましたね、うん、よかったですね。ジェットショットめっちゃ触れてくれてますよ、この辺。やっとやっとやっとスルーしまくってたの。最後ね、一個俺がジェットショット言った後ももう一回ジェットショット来たんだけど、はい、放送席にハエが失礼しみんなでこんなみんなでこんなコメントできずという。タイム。お、
JTA ライブの方の日本テニス協会の YouTube チャンネルの方のこのコロシアムの配信も750人、おお、800人見ているということで、でこちらに2100人いらっしゃるので、合計で3000人の方が今同時視聴でこのコロシアムとつながっていると。あとは我々の方が2000人で800人がこう、我々のコメントが不要という方が、まあまあまあ、それはね、それで静かに試合に集中したいという方は人それぞれですか、人それぞれですか、はい、決してあの争っているわけじゃないので皆さんあのお好きな方で見ていただければと思います。我々はあの我々のちょっとフォロワーさんに基本的には向けて、うん、ちょっとスタテニ食を出しながらやっていきたいなと思います。アウチ、ゼルチロフ、これサクッとラブゲームとかでいかれるとカイトプロ次に一気にプレッシャーかかりますね。フォーティロフ、フォティラ、うわー、ジェットショットです。フォーティロフ、フィフティン、ジェットショットです。こういうところがこう上杉選手の持ち味というか、ここまでもう常に前に突進していってるようなプレースタイルだからねにあの攻撃力だけが取り柄でやっております守るという文字はありませんおちょっと無理気味でもね、今みたくどん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 前に詰めていって、で、はい、あのこれだけ前に出れるのはあれなんですよ、スマッシュ取れる範囲が多分あの人よりかなり多いそうですね、あのプロの中でも。後ろに下がれる脚力が、あそうで身長も180で高い方ですから、うん、ゲイ田島、うん、フォーゲームゾーン、さっきコメントであのカイトエクスプレスと呼ばれるあのポンポポポサーブのインターバル少なくやっていくのが今日若干長いんじゃないかっていうのは、はい、審判がムービングしてるからじゃないかなって。予選の時は審判ムービングしてた、してたね、してたあじゃあカイト君のじゃあ今日の気分っていう気分わあ、れこういうショット普段見せないですね。今呼び方とかに言ってるわけじゃないですよ。誰を思い浮かべて。難しいのよ。皆さん難しいんですよ。あのああいう、いや特にあのこのコロシアムでのスマッシュ難しいって言いますね。やっぱりそのスタジアムコートは、で今日屋根し。閉まってるんですけど、天井がめちゃめちゃ高いで、こんな天井が高いインドはここ以外にないんで、まあ、とはいえそういう意味で言うとこの2人は出るか
出た。30-50 あの1球打たせるのが大事なんでしょうね。田島選手しっかり決めましたね、スマッシュ。アウチ。この前のもう、あ、埼玉来たらフォアで突進するぞ、突進するぞっていう。ゲーム、上杉 leads by 5 games to 4。 完璧なサービスゲームと言っていいんではないでしょうか。上杉パターンでしたね。フォア前、攻撃。田島選手はここからこうちょっとそのまあ、次は田島選手のサーブですけど、はい、上杉プロのこのサービスゲームを打ち破るのに必要になってくるものは何ですか？上杉選手のサーブを打ち破る、田島選手が打ち破るにはどういう風にしたらいいですか？リコ先生勉強しときます、ね、解説も全国中学生私が言ったら優勝のいや私が誰に言うとんのってインカレベストフォローならないよなりますよ。だってリコの実績はほとんどの 99% の視聴者の方よりは実績的には、まあはい、おそらく上でしょうから ね、全中優勝してる人います？いやいや私全日本出たことないですよ。でもあと1個勝てば出れたでしょ。あと1個勝てば出れたぐらいじゃない。あと2個かすごい。だってインカレのベスト4だから、まあ、準優勝だったら予選のワイカーとかもかかる可能性あるのかな、で優勝だったら本戦ワイカーだし、だからあと1個勝てばリコも全日本だったっていうぐらいの選手ですから、ね、皆さんリコの解説全然、ね、誰が言うとんじゃとはならないですよね。15 love。 このチャンネルを見てくださってる方だったらむしろ聞きたいって感じですね。いや本当ですか。まあでも確かにちょっと保険をかけすぎみたいなコメントもありましたね、うんうん、昨日。佐久間さんはいつ試合ですか？どういうことですか？え、全日本でってことですか？ITF はチャレンジしないんですか？もういやー、ちょっと考えている企画はあるよ。攻める。田島選手のサーティーラブです。っていうのも僕来年35になるんですよ。はい、今年あベテラン。再来週誕生日なんですけど、うんうん、あと10日ぐらいで僕誕生日なんですけど、それで34歳になりまして。35になると全日本ベテランにエントリーできるので。はい、35人になるから来年から多分資格があると思うんですよ、全然出てる。それを狙う、プロを引退して間もない人とかと目指す。ああ。ペアに強い方を連れて。まずちょっと正式に、まあ、今あのコーチを中心にやる小野健さんとかどうでしょう。どうなんでしょう。ゲーム、本大会でベスト4とかの人を引っ張り出して全日本ベテランにペアでチャレンジするってプロデューサーパワー使いすぎてません、ね、それ特権ですけど。我々 の会場移動用のキックボードが届きましたそれちょっと僕一瞬外しますね。荷物の受け取りですよ。
30 love。40 love。ゲーム、上杉。上杉 leads by 6 games to 5。ワンブレイクずつ、2500人突破しました。で、日本テニス協会の YouTube チャンネルの方でも約900人。タイム、すごいですね。今大会最高視聴率じゃないですか ね。今見てくださってる方がこの後有明に来てくだされば、はい、もう有明の1階席と、まあ、1.5 階席と言われる、うんうん、まあ、あの会場が、まあ、あの一定のところで満員になると言われている、まあ、今回 の、 あの設定席数は大体4000弱のところですから、はい、埋まりますね。全員来てください、はい、埋まったら3階席4階席開放しますので、1万人まで来ます。なので入れないっていうことないです。皆さん入れなかったら、入れなかった人たち の、 あの交通費僕が全部出します。来てくださったのに、もう有明1万人満員で入れないよって言ったら僕がもう出します。北海道からのでもというか、あの教会の方に出してもらおうかな。なので皆さん何の心配もなく来てください、うん。やっぱり現地で観戦するともう音だったり迫力だったりが画面越しとはこう世界が違うので、ぜひ来られる方は来てほしいなって思いますね。早い、30-15。岡山から行きますって。わお。お待ちしてます。でも試合大体毎日7時ぐらいまではやってますね、4番だと。ちょっとあのケアンズからはちょっとやめていただきたいですね。アメリカからもちょっとなんか間に合わないでしょ今日。30。おー、30オール。接戦です。次のポイント超重要、うん、いいな、ロイヤルボックスからこの試合見れるの優雅、うん、無料ですごい、めっちゃいいな。 Let this is サーブ、あ、ファーストかな、ファーストですね。これでセカンドですね。
田選手の方が多分プレッシャーがかかったポイントだったと思いますが、完璧に作りました、はい、やっぱりそのリターンで展開されないようにするために、海斗くんのそのボディのバック寄りに入れるとやっぱ詰まっていい展開になっているように。ゲーム始まる。ここでナイスサーブ。6ゲームソールタイブレーク。いい試合だ。皆さん、交通費出るって、あれですよ、入れなかったですから、入れたので交通費ください、出してください。 1-0 タジマ。お三方の着ているパーカーが欲しい。これのちょっとプレゼント企画を急遽やることになりました。これちょっとスタッフパーカーだったんで、なんか欲しいってなるってあんま思ってなかったんですけど、なんか昨日もすごい皆さんにおっしゃっていただいたので、追加でちょっと作ります。リコが今ちょっとインスタで企画を、はい、ちょっと優勝者当てクイズなんかやっちゃおうかなと思ってます。大会をそうやって盛り上げていきたいなと思ってます。2-0 田島。アウチ。 3-0 田島。ミニブレークアップ、ミニブレーク2つかな、うん、そうですね、うん、いや違うか、1つか、1つ、うん、3-1 田島。3-2 田島。Let's face it.4-2 田島。すごい見応えあるでした。いやでも田島選手粘り強いですね。本当オールラウンダーですよね、はい、もう でもまだミニブレークの差は一つ、はい、あと一本、コートチェンジして一個田島選手のデュースサイドからのサーブですね。なんか7ポイントのタイブレークってすごいあっという間に感じるんですけど、スーパータイブレークになるとすっごい長く感じて、3ポイントの差なのになんかすごい不思議な感じが
あれは普段5ポイントのタイブルばっかりやってるんで、どっちかってちょっと長く感じてるぐらい。失礼しました。アウト。5-2、田島。このここからあのカイトプロのサーブ2本なんで、この2本しっかりキープしてプレッシャーかけて、うん、田島選手のサーブ2本っていう形に今カイトプロとしては持っていきたいですよね。プレイヤーとしてはやっぱり何ポイント離されるタイミング。うん、そうですね。でもやっぱりタイブレイクって出だしが大事っていうじゃないですか。田島選手がはじめ 3-0 でリードしてたのはすごい今影響してるのかなというふうに思います。 5-3 田島3点離される、うん、7分の7点の中の3点離されるって、はい、やっぱりメンタル的に、うん、なんで本当に最初の3ポイントめっちゃ大事ってよく言ってます、はいはい。タイプ勝負っていうのはもう常に前を狙ってるっていう感じがありますね、うん、でスマッシュの取れる範囲がめっちゃ広いから、はい、やっぱめちゃめちゃ受け手としては、うん、圧感じますよね。前に出てこられたら本当スマッシュの取れる範囲がカイトプロすごすぎて後ろでカメラを構えるの危ないんですよ。まだ下がるみたいな。松井さんと上杉のやっぱダブルスは、うん、2人ともスマッシュの取れる範囲が広いからだからこそネットにめっちゃ詰められるんですよね、うん、で天才的反応力で、うん、ダブルスはやっぱそのパターンで勝ってる感じがやっぱしますよね。我々なんかがそんな詰めようものが、そう詰めようよ、そう出力で潰されるから。追いついた。これでミニブレイクの数で並びました。5-0。ファーストセットから接戦ですね。めっちゃでかいねこのポイント。6-5でダブルフォルトが出ましたので、カイトプロのサーブでこれでセットポイントです。ゲームフルセット上杉かかりました。上杉カイトが1セット目を先行します。全日本テニス選手権大会2日目を迎えております。男子シングルスの1回戦がセンターコート有明コロシアムで行われています。何度も言いますけどこんなにいい試合が無料で生で見れるって、うん、いやなんで俺ら有明にいるのにモニター見てるんだろうって。そうなんですよ。そこ入ってみたいな。なんであのいや、ね、これ本当にあのテレビマンあるあるというか、はい、あとスポーツあの制作あるある、うん、会場に来てるのにあの家よりも小さいモニターであのひたすら試合を見続ける日みたいな。僕もグランドスラム の, あ の, そ の, あの出張何度も行きましたけど、あのファーストウィークでのなんかちょっと空いた時間の途中で
初めてなんか試合をちょっと生で覗きに行ってあれみたいな、もうウィンブルドン来てなんか10日ぐらい経ってるのに俺試合これ初めて生で見たなみたいな、ずっと中継車で見てたなみたいな今回まさにそんな状況になってるけどね。皆さんはもちろんスタテニア、あのテニス協会の YouTube チャンネル通じて見ていただいてもですし、ぜひともですねこの現地にですね来ていただきます。お、ここで新たな太客来ました。太客にゃんさん、このリコちゃんの、はい、読んであげてください。子供の習い事で残念ながらここで離脱、バモスさんにもよろしくお伝えくださいませということで、ありがとうございます。バモスさんね、今日ちょっと来れてないんですけど、はい、他の方のイベントで、はい、明日から毎日来られるので、はいはい、皆さん、あのこの後ですね、第4試合の、バモスさんの相方お笑い芸人 あの小倉康介プロ、はい、あれですコロシアムで、はい、お笑い芸人のあれが、いやでもしっかり M1 出てますよね、まあ、M1 出た人もお笑い芸人ですよね、はい、小倉プロと、いや小倉プロの皆さん、あの小倉プロにあのちょっとまあ彼 YouTube チャンネル人気なので、はい、あの注目集まりがちですけど、対戦相手の小泉選手、日本大学の小泉選手はですね、おととしのインターハイシングルスチャンピオンなんですよ。でしかもですよ、これ聞いたらいいんですよ、高尾プロが2年間コーチしてたんですよ。あ、がっつりですね。がっつりがっつり、もう、インターハイを優勝したいというところから、高尾さんに、うん、あのまあ弟子入りというかコーチを頼んで、まあ、月2回とか3回とか、まあ、そのがっつり毎日っていう方はピンポイントでパートタイム的な形ですけど、それでもほぼ毎月ですね、あのインターハイの前の5月からコーチをついて、去年までは、高尾プロが定期的にコーチングしていたということで、うん、ネットプレーが非常に上手となので、この第4試合もですね、スタテニでも中継しますし、ぜひ現地でですね盛り上げていただければと思います。あ、そうだ、ちなみちゃん、あの、はい、今日4試合目あの勝利インタビュー演出するから、あの今業務連絡です。あのフェスエフといろいろ言っていただければと思います。それ言ってなかった、はい、ていうかあのちょっと協会の人もまだ言ってなかったわ誰にも言ってなかった。俺の中でやりたいっていうところで収まっちゃってたわジャッキーさん太客が過ぎますじゃあちなみちゃんに読んでも、リコちゃんに質問、サーブ前のボールポンポンは何回、その回数のエピソードを教えてください。お、質問ありがとうございます。私はずっと5回って決めてやってたんですけど、ちょっと緊張した場面でトスが上がりにくくなるっていう悩みを拓夫さんに相談したところ、5回じゃなくて、まあ、テンポよく3回ぐらいでいいんじゃないっていうふうに言われて、まあ、最近はちょっと短めに、数は決めてないんですけど5回はちょっと長かったかなっていうので、まあ、3回ぐらいにするようにしてます。5回はあの何、原活に決まった、それともなんとなく5回になる、ね、いや、そのルーティン的なので決めて5回っていうふうにやってましたけど、うん、5月生まれだから、あ、6月です、ね、あ、あれ、お祝いしてくれたじゃないですか。あ、あのね、今便利な企業でプッシュ通知が来るだけだから決して別に覚えてたわけではない、あのカレンダーで表示されるから言わんかったらいいのにそれいや IT 駆使してさ、部下の誕生日をねお祝いするっていうのは、ね、いや、あのお祝いのメッセージ感動しましたよ前のメッセージを長文でくださったんですよ。リコね、あのいつもあの ギフトカードみたいなね、はい、あのネットギフトカードみたいな、はい、まあ、LINE ギフトでスタバ あのカードをリコに毎年あげてるんだけど、はい、そこにお祝いメッセージをつける欄がある、はいはい、やっぱその金はいいけど時間は使いたくないじゃないちょっとわかんないけどいや、おめでとうって気持ちももちろんある、はい、だからあの流行りのチャット GPT にあの部下への誕生日コメントをお願いします。ひどくないですか皆さん。私結構感動したんですよそれで、なんかこれからも頑張っていこうみたいな、スタテニアを盛り上げていこうみたいな、私も頑張るぞと思ったら、
チャット GPT で作ったよってちゃんとあの最後にあのさりげなく英語でそのリットンバイチャット GPT って書いてあったで気づいたって言ったら、え、何ですか、すごい長文ありがとうございますみたいなあれそうやられた。試合に戻りましょう。すいません、それすぎません。正中央から始まっております。VS プロのワンセットアップですけど、まあ、1セット目の内容はまあほぼ互角、むしろタイブレークの 3-0 でどっちが取ってもおかしくなかったっていう展開ですから。40-30。若干ファーストセット、はい、どっちが自分のサービスゲーム苦しんだかなっていうと、うん、田島選手が苦しむ時間の方が多かったかなって僕は見えたんだけど、うん、私もそう見えました。カイトプロワンブレイクは食らったけれども、まあ、キープしたゲームはほぼ自分のやりたいことできたのかなっていう、はい、ゲーム田島First game, second set. ここは鮮やかにキープして田島プロの 1-0 でセカンドセットスタートしています。爽やかな秋晴れのもと試合が行われております。今日爽やかな秋晴れですか？台本通り始めちゃった台本読むことしか言えない全日本テニス選手権大会は大会2日目男子シングルスの模様をセンターコート有明コロシアムからお届けしております。この試合のお話し相手は佐久間プロデューサー、そして川俣千奈美アナウンサー、解説は鈴木理子でお届けしております。よろしくお願いします。解説やめてください本当に。15-15. カイトプロスマッシュ講座、うん、10万再生固いかなと。まだやってないですね。やってない。カイト君ですか、スマッシュの動画って実はあんま作ってない、はい、だから俺下手説教わってないし、やっぱサーブの動画が圧倒的に多いからサーブだけ上手くなった感じはする。スマッシュって私もちょっと上がると怖いです、うん、あ決めなきゃって思いが先行して、そもそも動画が少ない云々の前に多分皆さんも含めてほとんど練習してない、苦手な方多いと思います。うん、ね、あのキワちゃんとか、まあ、あとまあ僕もとか、あとチームメンバーの有料の方の限定動画とかだとスマッシュの動画ちょこちょこ出てますけど、はい、
ゲストが来て、まあ、ゲストの方ってやっぱゲーム、オエスゲーム、ゲストの方が来た時、収録時間結構限られるんで、ワンゲーム優先順位つけて、まあ、どん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 撮影していくんで、なかなか初めてゲストに来た方っていう方にスマッシュの動画撮りましょうとあんまならなくて、まあ、やっぱりサーブとかフォアハンドとかバックハンドとか、まあ、言っても亡霊かなみたいな。で、4本撮ったらもう試合あと1試合2試合してもらってっていうのは大体収録の。そうですね、やりましょう、スマッシュ講座。カイトスマッシュ。はい。きっと皆さん多分見たいと思いますね。いや、そうですね。どうしてこんなスマッシュ取れるのっていう、うん。脚力で一周されそうな気もする。トレーニングしましょう。トレーニングしましょうみたいな。私でもスマッシュの練習が一番嫌いでした。あのネットタッチスマッシュっていう練習。パンって叩いてね。叩いて後ろ、はい。もう前後のダッシュなんですよ。それすっごいきつくて。一番嫌いな練習でしたね。なんかランニングとかね、すごいサボってたっていう話をあの昨日あのメディアルームにあの松田幸喜プロ、あの関西大学出身で、はい、リコとあの3年間まるまる一緒にやってましたね、はい、彼あの今日のこの後の試合戦いますけれども、はい、ちょっと寄ってくれて、あのリコの1個下なんでかぶりまくってるんですけど、もうリコさんって仕事はサボらないんですねランニングはあんなにサボってたのぐらいの感じ。言わないけど言わないで。ちょっと詳しく聞きたいな、その辺の話って。サボってた時も遅かったんです。足遅い系？足遅いですよ。長距離も遅い、短距離も。あのでも切り返しだけはすごく早くて、ラインタッチとかは一番だったんですけど、前十字私切って、それからちょっと切り返しが怖くなっちゃって、もう走り全般ダメになりました。でも走りは、ね、ある程度努力で15 and 30、はい、そうサボってました、はい、すいません僕実はサボってる人に対して切れまくってたが部活で。あ、じゃあちゃんとやってたんですか。え、誰よりも 走る派だった。あ、僕は才能がないから努力しなくて15 and 40、足クソもともと遅かったから量でカバーみたいなタイプなんです実は。自分で言った、はい、株を上げにそんなこんなで、はい、ポイント、はい、うまー。ゲイ、ウエスギ。ネバスプリース、ウエスギリーズバイ2ゲームストーン。まあね、ダブルスこんだけ ATP のツアーレベルでやってるから、前にグワッて来られてプレッシャーかけられるのはもう慣れっこでしょうから。はい、でそこをロブ抜くのも慣れっこでしょうからね。すごい。カイトプロが先行します。ワンブレイクアップです。そうですね、はい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 、あの、川端アナはその会場の MC なので、まあ、第2セット以降に入ったらですね、まあ、いつでも試合が終わる可能性があるので、あの、常に準備をしなければならないということで、はい、こちらありがとうございました。よいしょ。ということで、ここからは、サラリーマン2人でお届けしてまいります全日本テニス選手権大会2日目です。ちょっと改めて選手のプロフィール確認すると、画面左側で、今プリンスのバッグ、持っておりますのが上杉海斗プロ、1995年生まれの28歳、予選からの、今回スタートでして、180cm、 大阪府出身、清風高校から慶応義塾大学卒で、ダブルスは本戦の第1シード、現在2連覇中ということですと。最新の日本ランキングはシングルスが73位でダブルスは3位、全日本の最高成績は、皆さんダブルスのイメージ多いかと思いますが、2018年大会でですね、シングルスでベスト4というものがあります。あ、田島選手がこれトレーナーさんをお呼びしてますね。おそらくメディカルタイムアウトなのかな。
ご来場の皆様、ただいまより田島選手がメディカルタイムアウトを取ります。審判の方からコールがありましたね。田島選手がメディカルタイムアウトを取られているので、すみません、ルールを確認しておりませんが、おそらく3分とか、おそらくちょっとちょっと国内ツアー中継するの初めてなのでちょっとその辺ご容赦、誰か教えてください、誰か教えてください。あのジョップ大会のメディカルタイムアウト何分でしょう。ちょっとまあでもそう、いやじゃない、この試合、あ、うん、どっちが勝っても、まあ、でも田島選手予選からかなりタフな試合をしてましたから、確かに田島選手は3試合目になるんですね。この4日間で3試合目なので、うん、まあ、前にもツアー出てるでしょうし、はいはい、ダブルスも出場されてますね、うん、松田幸喜選手のライブ配信はするのっていうコメントが来てます。松田幸喜選手のライブ配信はスタティニでは行いません。リンクについている JTA テニスライブの方の、有明コロシアムでの配信でご視聴いただければと思います。ちょっとですね、さすがにちょっと一日中我々これ喋ってると死んでしまうと1日2試合が限界かな、1日2試合限界かなと思ってますのでたくさんの試合を見たい方は日本テニス協会の YouTube チャンネルで、我々はその中から、まあ、より注目のカードというか、うん、まあ、スタテニに関わるがある選手だったりだとか、うん、まあ一応私もちょっとテニスのメディア関係の仕事をして、まあ、約10年近くなってきましたので、まあ、その中でファンの方が見たいであろうという、最も注目する試合であろうという試合を1試合2試合ピックして、うん、スタティニのチャンネルでお届けしていきながら全日本盛り上げていこうという趣旨でやらせていただいております。本日はでもスタティニの方で第4試合も配信するんですよね。はい、そうですね。今日はもう、何でしょう、なんと一昨日特集した小倉プロがですね、はい、センターコートに入られて、それもその対戦相手の小泉選手、大学2年生の日大の小泉選手も高尾プロがもともとコーチングされていたということですので、大注目のカードですので、ぜひ皆さん会場に来てください、はいはい、今からでも間に合います。今からでも全然間に合います。爽やかな秋晴れになってきたとの話もさっきあったので、はい、なってきたんですかね、はい、まあ、でも天気は大丈夫そうですね、はい、皆さんロイヤルボックスはもうちょっと埋まりかけているですし、コートサイドの最前列の方からももう結構来ているのは、もう早めに、ちなみに入れないということはもう絶対ないです。入れなかったら交通費僕出します、はい、うん、安心してください、安心してください。ということで続きが始まりましたね、はい、カイトプロのワンブレイクアップになっております。 Love 15、このブレイクの後のサービスゲームはよく重要と言われますが、月曜日リコと試合した時ブレイクの後キープできんかった、めっちゃ覚えてるじゃないですか。めっちゃここキープしたら 3-0 になると思ってたのに1ポイント目ダブルフォルトした典型的プレッシャーに押し崩されるパターン。 30-15、リチャードさん4試合目もっていうことで、今スタテニのライブ配信の小倉選手の試合の告知は一応15時で出しているんですよ。なんですけど最速15時かなって思って出しているので、はい、これ試合の進行状況に合わせて僕は設定どんどん変えていきます。なので15時以降ぐらい、ただ本当に早いと14時半とかに回ってくる可能性もあったんですけど、この試合結構試合時間それに長いので15時まではなかなかないのかなって。ただテニスなんでいつ始まるかは常にわからない。もし例えば
ちょっと想像したくないこと言いますけど、もしあのどちらかの選手が例えばリタイアとかしてしまうと、はい、ノットビフォーはついてないので、はい、あの試合があの急遽途中で終わったりしても、まあ、大体まあ30分開かずして次の試合入ってくるかなっていう、うん、まあ、大会の進行上そういうので、上杉 leads by 3 games to 1。 大体14時半とか15時が見込まれるかなっていうですし、もしかしたら18時まで始まらないかもしれないと、まあ、そこは、うん、ただ別に18時まで何にもやってないわけじゃないので、はい、そうですね。第2試合も松田幸樹プロ、あのスタティに出演されていた松田幸樹プロと斉藤選手ですし、はい、第3試合はですね、坂本さん大丈夫ですか？失礼しました。失礼しました。第3試合にですね、大木選手というですね、あの今年のインターハイチャンピオン、高校生がワイドカードで出場される試合が生まれていますので、センターコート非常に注目でございます。で、外のコートですね、コート1からコート4のですね、外コートって11時から試合予定通りスタートしてます。すいません、あの放送席に外コートの情報入ってきておりませんでした。50-0。外コートもですね、予定から雨、朝降っていたんですけども、やみまして、11時から、試合が開始されておりますと。そうですね、中でも、どれも注目なんですが、中でもですね、コート3の第3試合に入っているですね、今村・末岡ペア対ですね、柚木・片山ペアというですね、ダブルスの1回戦なんですが、ま、あのスターティングでは、何度もお伝えしている通りですね、片山翔プロにですね、小野田プロがコーチで帯同されていますので、はい、小野田プロもまあコートサイドコーチ席から当然見えるということ、うん、でペアの柚木プロもですね、196センチ、サーブ最速210キロ超えというですね、はい、まあ、事前情報では松井上杉ペア最大の対抗馬と、うん、要注意と松井さんも、はい、まあ、要注意というか、あの面白くなってきたねみたいな2連覇中の王者からのコメントもございましたので、うん、はい、でここで1回戦から今村雅道選手と対戦するんですね。今村雅道選手、先週ジャパンオープンの本戦出てましたからね、はい、超トップレーン。今村選手もちょっと怪我あったっていうことですが、去年地主カップも我々の収録参加いただいて、もうトッププレーヤーとして、うん、また歩みを再開されたということなので、決して優勝候補の一角である柚木片山ペア、そもそもダブルス16ドローなんですよ、はい、で、あの全日本選手権大会ってその地域予選があるので、うん、そのあのランキングだけでダイレクトインできる枠って実は 9本のダブルスしかないんですよ、うんうん、なのでこの両者ともに、まあ、ダイレクトイン組、はい、なのでめちゃめちゃ、まあ、もう日本最強クラスのダブルスなので、うん、本当にどっちが勝ってもおかしくない、はい、で女子のダブルスも午後多く組まれておりまして、そうですね、コート3の、そうですね、はい、清水細木ペア対西郷姉妹ペア、はい、これなんかも面白いんじゃないかなと思いますし、コート1の男子ダブルス、羽沢プロですね、スタティングに来ていただいたダブルスになります。タイム田島プロ、これストレッチ受けてました。これはメディカルタイムアウトではなくて、コートチェンジの90秒の時間を使ってトレーナーさんにということです、ね、うん、ちょっとかなりしんどそうですね。左のハムかな、太もも裏かなっていう、うん、感じでしたけども、ちょっと心配ですね。おっと、あ、やめるかもしれないですね。あ、田島選手リタイアですね、はい、
ご来場の皆様、怪我のため田島選手がこの試合をリタイアします。ちょっと左の太ももか、ちょっと詳しくは情報ないですけれども、第2セット入ったところで、あのこの後、上杉選手のちょっと僕、初の勝利インタビューなので、会場に行きます。以降よろしく。後ほど。ということで佐久間さんがダッシュで向かいましたね、会場に。はい、たくさんのコメントありがとうございます。すごいですね、1試合目から2600人の方が見てくださってました。はい、じゃあ質問コーナーにしたいと思います。どしどしコメントお願いします。佐久間さん、インタビュアー多分ね、あの川又ちなみアナがインタビューするんじゃないかなと思います。ねえ、ありがとうございます。そう、勝利インタビューは多分急遽ですかね、やることになったんですけど。会場まだ席空いてますので、皆さん今からでも会場に来て選手を応援してください。お、小野田さんが来られました。おはようございます。小野田さん、急に一人になったんで助けてください。何が？いや、今ね、あの勝利インタビューで、勝利って今スコア4-1じゃなかった？はい、あで田島選手がリタイアしたので。そうなんだ、はい、皆さんおはようございます。なんだ、せっかく今見に来たんだけど。あ、なるほど。え、どこがいきなりやめた？いや、もうね、セカンドセットちょっと厳しそうな感じで、はい、多分左足のハム。あ、そう、残念。ファーストは7-6でしょ。はい、結構もうどっちが取ってもおかしくないという展開で。じゃあ切るかもして、はい、そうですね。まずは有明にいるのに入れないっていう。入れないですね。我々はあの目の前に見てるんですよ、ね、小さいモニターが似てるって。小さいモニターです。でも今日すごいお客さんがあの、はい、入っていただいて、はい、嬉しいですね。いや本当に、まあ、日曜日ということもあるんですけれども、もう超たくさんの方が来ていただいて、はい、外もね今始まったばっかりで。本当ですか。
まだ最初の4ゲームぐらいかな、うん、なので今から皆さん有明で、はい、今から来ても小野田プロがコーチされている片山プロの試合はまだ間に合いますね。全然間に合います、はい、今日の3ラウンド目の3番コートになります。だから早くて2時3時ぐらいかな、うん、まあこのまま天気が回復するということなので、はい、多分大丈夫だと思いますけど、ね、まだまだたくさん試合がありますし、1回戦だからね、はい、いろんな試合見れますよ皆さん。ですけど今日本当注目の対戦カードが多いですね、うん、センターコートも、はい、この後すぐにスタテリにも出演してくださった松田幸喜プロの試合があります。松田君もいるし、その後には幸喜君、佐渡原高校、まあインターハイ優勝ですよね、はい、でその後小倉YouTuber 小倉選手、コロシアムで、コロシアムすごいね、やっぱり人気ありますね、はい、小倉選手のファンの方もね、たくさん、ね、たくさん来られていらっしゃいますし、はい、いろいろ声かけていただいて、はい、選手はすごい励みになりますから、ぜひ皆さん会場でお待ちしております。本当にその辺にプロが歩いてるので、声かけていただいて、ぜひあのファンの皆さんには推しメンを、あの、そうですね、今大会で、はい、日本人選手の推しメンを、推しメンをぜひ作ってほしいですね。やっぱでもカイトプロすごい人気ですね。やっぱりあの木下プロ出たし、最近はやっぱ ね、ランキングも高いですから。小野田プロも現役の時。ワーキャー感じですね。いやでも我々の頃はその今みたいにこう IT の、ね、時代じゃなかったので、そうメディアに出るっていうことはあんまりなかったし、うん、YouTube なんていうのはそもそも存在してなかったので、もしかしたら今の方がサイン求められる。まあそうですね。ありがたいことに。電車の中。電車の中、私も、ね、あのここに来るまでの電車で2日連続で声かけられました。いいじゃないですか。変な顔してなかったかなとか思って口開けて電車の中で寝てなかったかなそれはないですけどね。まあでもそういう風にね、はい、我々も知名度があることは大事ですし、はい、まあ、日本人の選手のスポットがどん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 当たればいいなと思っておりますけども、次はすぐ入るのかな。そうですね、あの NB ついてないので多分すぐ入れますね。カイト選手すごいね。やっぱり、はい、ファンサービスも、なんかたくさんの方が今集まってきていただいて、はい、ここ見えるとすごく見えるところでやってるので、ぜひ皆さん1週間まだありますので会場に足を運んでいただいて、はい、ドタバタの佐久間さんが帰ってきましたね。はい、はい、野村さんに助けられましたよ。来てくれてよかった。急に名前が来たらもう本当助けられた。一人喋るなんて本当もう、はい、はい、皆さん、佐久間戻りました、はい、おかえりなさいませ。俺、映ってた？ちょっと映らないように逃げてたんだけど。いやいいですね、盛り上がってきました。はい、すごいお客さんも来ていただいて、いや今、このスタテニーの放送ブースの前にもたくさんの方が来てくださってですね、もうこの状況を見ていただきたいぐらいなんですけれども、さすがにカメラは振り返ってない。YouTube に映りますよ、はい、映りたくない方は逃げてください。いや今日は本当盛り上がってますね。今協会のチャンネルとうちのチャンネルで両方合わせて同時接続が4000を超える瞬間があります。ありがとうございます。今スタテニ放送ブースの周りこんな感じです。わーすごーい。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ということで、1回ですね1回今あのスタジアムの方ですね、屋根が開いておりますが、開いてきた、はい、なんとですね、有明コロシアム
世界一、開閉が、遅いコートの一つ時間がかかると時間がかかるというシステムで、ただ、はい、あのすごいシステムなんですよね、この有明の開閉って、もともと多分もともと屋根なかったんですよ。それに対して後から外にレールを引いてかぶせたんですよ。なのでもともと開閉式で作られたコートよりも若干開くのが遅いんですけど、なんと25分かかりました。25分全部開き切ってから次の試合ですか？そう、開き切ってから次の試合なので、次の皆さん第2試合の、松田幸喜選手と斉藤選手の試合、ここもいい試合だね、はいはい、ここも超注目の試合なんですが、この試合もですね、この試合の開始が、11時55分と先ほどアナウンスありましたので、それで今一旦皆さんスタジアムから出てきてというところで、今のうちにお昼を食べて、はい、そうですね、はい、なので、でアウトサイドでも、じゃあちょっと小野田さんにですね、ちょっと今日の、予定について聞いていきたいんですけど、はい、小野田さんは、まあ、今大会片山翔プロに、ついておりますので、はい、コートさんの3試合目にですね、はい、もうコーチとしての、まあ、片山選手のコーチとしての初の試合ですね。でも僕全然緊張してないですよでもなんか自分が緊張したら選手に緊張感が伝わってしまうので、はいはいはい、なんか普通っていう感じでちょっと余裕をぶっこいてるんですけど、はいはいはい、内心ドキドキ、はいはい、ゆずきさんとも結構お話されました。あ、しました、しました、はい、でもまああの2人はまあフューチャーズでも優勝経験もあるし、まあやることは昨日の練習見てても結構もうやることは明確だったので、そんなアドバイスというアドバイスはないですけども、やっぱりショットの精度だったり、まあ環境のまあ適応能力だったり、まあ相手もコロコロ変わるんで、まあどうやってプレーしていくかみたいなことをちょっと話しました。小野さん、あと対戦相手の、まあ、今村選手は、あの、ね、地主カップでちょっと怪我してって、はいはいはい、最近また戻ってきたんですけど、どういうプレーになるか、はいはい、末岡君も、まあ、ダブルスは結構勝ってるので、まあ、油断できないよっていう話をしましたけど、はいはいはい、まあ、ダブルスはそもそ もう16ドローなんで、もう最初からもうトップ同士が戦うっていう、だからもうシード同士が当たってるような感覚にはなるんですよね。いきなりもういい試合が絶対見れます。はいはいはい、でその後に、まあ、1個女子のダブルスの注目カードで、清水細木ペア対西郷姉妹のペアですけど、はい、小野さん西郷姉妹なんか昔、西郷姉妹はまあ昔彼女たちが小学校の頃からちょっとだけ、はい、あの僕シズテニスクラブってとこであのバイトコーチやってた時に、はい、バイトコーチですかその頃でお姉ちゃんはもう中学2年生で、はい、リーナはまだ 小6か小5ぐらいだったんで、はいはいはい、頭パンパン叩いてるレベルですでももう今はもうシード選手ですよ、はい、でリーナちゃん今回もう日本ランキングもあの10位 でもう今回第2シードですか、シングルスは、うん、すごい。ただ昔からやっぱすごいショットの打つ能力は高かったし、この前の東レもね出てたと思うので、はい、すごいここ何年かで経験を積んできてるので、はい、非常にいい選手になってますよね、はいはいはい、まあ、あとはコート2の第2試合、江原プロが予選を勝ち抜いてきて、はい、竹島さんと江原くんもだって全日本チャンピオンでしょ、で1回準優勝もあるから、全日本の戦い方っていうのはもうすでに熟知してると思うし、ただやっぱり以前と比べてちょっと自分ではそのスピードもちょっと落ちてるみたいな話もあったので、まあ、どうやって戦術を立てていくのかっていうのは、まあ、1回戦ですし、ね、リコ注目してるカードありますか？私はやっぱりこの間のコラボしていただいた小倉康介君コラボ、あれコラボなの？今ちょっと待ってください、今俺超バカなことしましたね、あの映ってるのに自分が振ってここへ行ってほしいっていうのが全部映ってるこれ映ってないでしょ、やってるものだと。モザイクをかけてください。あの皆さん放送の裏側なんてこんなもんですよ、はい、ある程度方向性がでも本当に楽しみな試合ですね、はい、本当に最近注目ですよ。いや、はい、大人気ですから。いや小倉さんはあのまあ、YouTube 僕もこの2ヶ月ぐらいでぐわーっと伸びてきて、もうすごいもう見てて、もう僕自身も見たいですし、多分みんなも見たいと思っていると思う、うん、でちょうど一昨日、特集してコラボしまして、はい、っていうところでセンターコートに入ってくれたので、こちらあのスタテミのライブ配信していきますと。で
小泉くん日大の、はいはいはい、高尾プロが2年ほど見てたということで、僕も何回かあのその高尾さんこの日ロケいかがですかって聞いたら、あこの日はね小泉くんと練習するからっていうので NG みたいな、あの小泉くんねまだ現役大学生2年生です、2年生です、2年生です。なので日大今年王座準優勝しまして、はい、まあ、その立役者と、すごいね。だって小倉くんって大学時代はレギュラーじゃなかったんでしょ。そう、レギュラーじゃなくてインカレも出れなかった。なのに今、うん、トップ選手は、トップ選手アメリカでね自分で経験積んですごいチャレンジ精神があるので、はい、その辺は行動力はすごいなっていう。彼はすごいと思うのはやっぱりこの SNS をうまく使って、うん、正直、まあ、彼、ね、大学までほぼノータイトルというか、まあ、そもそもインカレ試合にもそんな出てるわけじゃない、はい、つまり、まあ、レギュラーではなかった。王座4連覇の、あの時時代の早稲田の、あの学生ですけれども、まあ、王座にも出ていないと。ないです、ボール広いです、はいはい、そうですコート掃除してたって言ってましたから ね、その彼がやっぱり努力して、でなかなかその実績がないからスポンサーがつかないって、なんか YouTube をやったり SNS の発信を頑張ってスポンサーを獲得して、あの活動資金を集めて今全日本の、まあ、メインマッチですよね、この最後の日曜日のいわゆるナイトマッチにというか、まあ、午後の一番いい時間に組まれるセンターコートに組まれて試合をして、スタテニーとテニス協会のライブ配信でお届けして、で相手はインターハイチャンピオンと。おー、言うことないです。舞台は皆さん整いました、はい、今からこの配信は一旦、そろそろ終了しますが、皆さん今からすぐに出発の準備。そうです、会場でお待ちしております、はい、もし入れなかったら、入れなかった方の交通費は全部、小野田プロと私の方で、ご返金しますので入れない、まあ、基本的に入れない心配はもうしないでいただいて大丈夫でございますので、はい、ぜひとも駆けつけていただければと思います、はい、ということで、じゃあ最後にちょっとリコから皆さんへのメッセージを、はい、じゃあスタテニメンバーみんなでお待ちしてますので、みんなで日本のテニス界を盛り上げましょう。お待ちしてます。ということで、午前中じゃないですね、もう、あ、午前中ですね、午前中のライブ配信はこちらで失礼いたします。また午後第4試合でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ちょっとお待ちしております。